皆さん、おはようございます。新 SNS のノート .com の講座の第2回目、ライティングのポイントについてお話をしたいと思います。スポンサーはですね、清水産業情報プラザ、清水、旧清水市ですね。で、現在は静岡商工会議所の清水支所のご提供でございます。では、お話をさせてください。よく SNS をやっておりますと、SNS 疲れというのがあると思いますけども、結局無理して書いているので、ネタに困ってしまうというところがあると思います。で、私の場合ですと、ブログを2009年頃に始めていますけども、それ以降ですね、ほとんど休まずにですね、ブログ、SNS、あるいは YouTube に投稿を毎日しているわけですけども、どのようにしたらですね、ネタにつまらないで文章を書くことができるかということについてお話をします。まず、自分自身で心がけていることは、文章を書こうとしないということがポイントです。で、どうすればいいかということなんですけども、基本的に画像を思い浮かべて、その画像についての解説を書いてるだけということになります。一例をちょっと挙げましょう。この画像を見て、皆さんは何を思い浮かべるかということです。何を思い浮かべていただいても全く構わないんですけども、私だったら、こういうことを書くということで、お話をさせていただきたいと思います。基本的に、ですね、日本という国は非常に特殊な国で、何が特殊かというと、それは缶コーヒーがあるということです。って思われる方がいらっしゃるかと思うんですが、アメリカではですね、コーヒーはドリップして飲むものという考え方があるんですね。なので、缶コーヒーというものは存在しないんです。じゃあ、なんで、例えばジョージアが缶コーヒーを出したのかというとですね、冬にコーラが売れないから。なので、冬の飲み物として缶コーヒーをひねり出したということです。このように、画像があって、今のように言葉が出てまいりますので、画像をまず思い浮かべていただく、あるいはそれ、画像をまず撮影するなり、持ってくるなりして、そこから考えていくということも非常に重要かと思います。なぜそうなのかということなんですけども、人間には五感というものがありまして、視覚、聴覚、味覚、触覚、嗅覚というのがあります。で、ところがですね、この人間に与える脳に与える影響というのは、視覚が83%で、聴覚が11%なんです。で、合計で94%ということで、これをまさに体現しているのが YouTube であったりとか、TikTok じゃないかなっていうふうに考えます。なので、まず、旅行したり、ものを見聞きした時には、必ず写真を撮ることにしていまして、あるいは、図解にするように心がけています。今、見ていただいているのは、実際仕事で出張でですね、熊野古道に、那智勝浦に行ってきました。で、まず、普通であればですね、那智から伊勢へ抜けて、その上、四日市に抜けて、そのまま高速に乗って帰るというのが通常コースですけども、私の場合、ちょっと、コースを変えまして、紀伊半島を縦断して帰ってきたりとか、途中でキャンプをしています。これをまず、やはり、ルート使いにしてみると、あ、自分がこんなところを通ってきたんだな、っていうことが、まず自分自身でも確認ができるんじゃないかなと思います。さらに言うと、那智勝浦の商工会で仕事をさせていただいたんです。南紀黒潮商工会というんですが、この目の前の店が、なんと、マグロの 肉の無人販売店です。無論、冷蔵庫があって、お金を受け取るだけの女性はいますけども、
基本的に無人販売ということで、こういうお店が、那智勝浦にいっぱいあるんですね。なので、こういう写真を1枚撮っておくだけで、全然結果が違ってくるということになります。もう一つ、執筆するときの客観性ということなんですが、感動したっていうことを伝えるのは非常に、感動したと書けばいいわけですけども、そこから一歩踏み込んで考えてみるということが、重要と思います。例えばこの写真、今年の5月に私が撮ってきた写真ですけども、私がこの風景に感動したということと仮定して、なぜこれに感動したのかっていうことを考えていきます。それはまず一点、晴天でですね、青い空と白い富士山の雪ですね。それと新緑の茶畑が非常に美しいということがポイントになります。なかなかこれだけの条件がゴールデンウィークに揃うということは難しいです。特に雪なんかがゼブラになっちゃって縞模様になるのが通常のですね、ゴールデンウィークなんですが、これだけこの季節に残って、5月5日の段階で残ってるのは難しいということと、茶畑ってこの数日後に刈り取られてしまいますので、この緑色ってこの瞬間だけなんですね。そういうふうな全てのタイミングということを合わさってこの写真ができているということをそのまま語れば、それだけでもう一つのブログの記事だったり、ノートだったり、フェイスブックが成り立つんじゃないかなと思います。で、まずですね、写真を見せて人の心を動かしておいて、そこに丁寧な解説を入れていくということで、この人の発信する情報というのは、信頼がおける情報であるということを毎日毎日、ですね、読者の方に植え付けていきます。これが認知性だと思います。で、なぜブログやノートブックを書くのか、ノート .com を書くのかということですが、それは人に覚えてもらうため、見つけてもらうためで、これが中小企業や、小規模企業のお店などのブランディングだと思います。だから、ブランディングというものを難しく考えすぎないということが一つのポイントじゃないのかなっていうふうに考えているんです。ちょっと足利尊氏のケースは、かなり深いので、ちょっと飛ばします。あと、とても重要なことに気づきという点があります。これを講座の中で生徒さんにお見せしたところ、すぐに気づかれた方がいて、右側の写真は富士山がもやってますよね。左側は明確に見えてますよ。っていうことに気づかれました。おっしゃる通りです。いいとこに気づかれました。で、これはなぜなんですかって聞いてみたら、やはり答えられない。で、私自身も撮りつついろいろやってみて分かったことなんですが、左の写真は満月の日に撮影しました。これが2年前の撮影です。で、今年の撮影は半月でした。なので、逆さ富士で綺麗に写ってはいるんですけども、富士山のリアリティが足りないですね。満月か半月かでこんなに違うんです。で、実際にだけどこれは行動してみて、実際に写真を撮ってみないとわからないことですよね。こういうものを 伝えていくことが、感動を伝えたりとか、ですね。その人の行動が正しかったのか合ってるのかとか、っていうことを人に客観的に伝える媒体になるんじゃないかなっていうふうに考えてます。もう一つちょっと面白い絵を見せます。ズンチャンパンと言います。甲府市にあるんですけども、川沿いにある路地にあるパン屋さん。親子でおそらく経営されてますが、すごい30種類か40種類、こんなお店にあります。ただ、店は、あれ？通常よくあるパン屋さんじゃないよね。昔の昭和のパン屋だよね。こんな店が流行るの？って思いますが、実は朝行ってみると、もう人が、ですね、行き来して素晴らしい。街の人に支持されてるパン屋さんです。
で、私も実際に車止めてパンを買っていました。そして、自分が持ってきた、サラダと目玉焼きで、車の中で食事をしましたけども、このようにいいですね、これからのパン屋はこうでなきゃいけないっていうものがある程度パターンがあると思うんですけども、それとはまた対極にあるようなお店が実は上手に生き残っているということ、またそれを支える人たちが街の中にいるっていうことを伝えるということも一つの、まあ、媒体のあり方じゃないのかなと思います。で、また、あと、失敗というものも考えてみましょう。左側の写真は富士山を夜、真夜中に20分露出したんですが、もやっと見えてるのが天の川ですけども、真ん中に見えてるのが、円の真ん中に見えてるのが北極星です。で、このダブリの形したのがカシオペアですけども、これが北天の空なんですね。で、南の空でやっぱり20分露出したら同じような写真が撮れるんじゃないのかなと思って、実際に今年ですね、7月に1700メートルの河口湖の後ろの山に登ってみまして、撮ってみました。そうすると円にならないんですね。弧になるんですね。あれ？なんでだろう？というふうに思ったんですけど、あ、そうかと。日本という国は、北緯42度ぐらいにありますから、北に傾いてるんですね。なので、南の空は半分ぐらいしか見えないということに気がついたんですね。で、これは、まあ、理学部とか出てらっしゃる方だったらすぐにわかる話なんですけども、なかなかですね、我々では思いつくことではないと思います。また、こういう写真を出すと SNS で流星ですかっていうことで言われるんですが、そうじゃなくて地球が自転してるので、星が動いてるかのように見えるんですよというような話があるとか。つまり、1枚2枚の写真を比較することによって、あるいは行動することによって、文が生まれるということになります。私は文に詰まったことが全くないのですけども、じゃあなぜなのかというと、その秘訣をちょっとお話ししましょう。それは文の基本のスタイルを決めているからというふうに申し上げることです。基本は、特に主語をしっかり書くことなんですが、主語を書いたら助詞がとても大事で、和ととはとをに限定して、なるべく限定して書くようにしています。で、何々はで始めたら、何々だ、もしくはであるで終わるようにしています。何々とはって書いたら、何々のことであるで終わるようにしています。何々をというふうに始めたら、何々するっていうことで終わるようにしています。これを繰り返すことによって、簡潔で読みやすい文章で伝わって、なるべく誤解されないような文章、あるいは短いので読みやすいから読まれる文章ということになります。で、最悪なのはがでして、曖昧ながと言われてまして。というのは、接続詞にも使えるし、助詞にも使えるんですね。で、まず、主語に使ったの助詞として使ったケースが、何々が、何々で、何々だし、って言うと、もう完全にガングロコギャルという感じになりますね。これは、まあ、何を言いたいのかよくわからないです。で、その次に接続詞として何々だがっていうふうな接続詞に使いました。これも曖昧ながというやつで、大学院に行って、で、修士論文を書いてるときに、教授に言われたことがこれで、何々だで切って、しかしっていう風に書くんだったらいいよっていうことを教えてもらいました。まあ、このように文のスタイルを決めて書くということがとても重要と思います。まあ、今回はこの辺で、切っておきますけども、ぜひですね、皆さん、頑張ってちょっと、なるべく簡潔な文章を書くようにしてください。ありがとうございます。